ブルーマンの三人ブルーマングループは1991年に結成されたパフォーマンスアートカンパニー。世界中でそのクリエイティブなステージプロダクションで知られる。現在ブルーマングループはラスベガス、オーランド、ボストン、シカゴ、ニューヨーク、ベルリンで常設公演しているほかアメリカ州でツアー公演を行っている。またノルウェージャンエピックでロックコンサートのパロディである。 メガスターワールドツアーが初演され、多くの映画音楽が収録された、アルバム5枚が発表され、全米のオーケストラにより演奏されているほか、有名ブランドのコマーシャルでも使用されている。ブルーマングループは、マンハッタンク、ローアーイーストサイドの3人の親友クリス・ウィンク、マット・ゴールドマン、フィル・スタントンから発展していった。路上パフォーマンスから、ダウンタウンの小さなクラブ、最終的に、 アスタープレイス劇場での公演へと拡大していった。数々の賞を受賞し、全米のメディアの注目を浴びた。なお、2017年7月、カナダ・ケベック州に本拠を置く、エンターテイメント集団シルク・ドゥ・ソレイユに、買収されている。ブルーマングループの舞台、ブルメユニバーサル、オーランドリゾート内の専用劇場化を真っ青に塗った、ブルーマンが、 音楽や演劇など様々なパフォーマンスを展開するクリエイティブ集団である。ブルーマンは主に3人の青いキャラクターを示し、ブルーマングループは劇場型のショーを意味する。1987年、最初の3人組となる3人のメンバーで結成。ニューヨークの路上でブルーマングループとしてストリートパフォーマンスを始めたのがきっかけでブレイク。 最初の劇場公演地であるオフブロードウェイのアスタープレイス劇場で15年以上のロングランを続けている。リズムに乗りながら一言も喋らないそのパフォーマンスはシニカルかつギャグにあふれたもの。キャラクターの演じ手はオーディションによって選出され、ブルーマングループとしてのトレーニングを積んだパフォーマーによって構成される。舞台装置はどこか工場の廃屋を換気させ、 無数のチューブがむき出しになっている。現在では米国だけでなく、世界中にも複数の劇場を構えるほか、全米の地方を回るロックツアーもこなす。ブルーマンの看板のついている、アスタープレイス劇場ベルリンのミッテクにある、ブルーマン姿のユナイテッドバディーベア劇中に、使用される音楽は、ブルーマンオリジナルの楽器を使用。その独自の不思議な楽器は、おもちゃとして販売されている。 アルバム、オーディオはグラミー賞にノミネート。ザカレントは男性ボーカルを招いた作品で、ターミネーターさんのエンディングテーマ。アルバム、How to be Megastar はビルボードで初登場2位。1999年、初アルバム、オーディオを発表した。実際に舞台で使用された楽曲が収録されているが、全曲が収録されているのではなく、 新たな楽器を使用した全編インストゥルメンタルのアルバムとなっている。2002年、モービーのツアー公演、エリア2に同行し、通常舞台で使用される曲よりもロック志向の曲を披露した。ツアー中、これらの楽曲は改良が加えられ、2003年のアルバム、ザ・コンプレックスに収録された。オーディオと違い、ザ・コンプレックスには、トレーシー・ボーナム、デーブ・マシューズ、 ギャビンドステール、ビナスハムなど様々なゲストボーカルによる歌が収録されている。このアルバムから2003年ツアー公演が制作され、ブルーマンにとって初のヘッドラインとなった。このツアー公演では従来のロックコンサートをクリシェ化し、2004年 DVD 化された。トレイシー・ボナムとビナスハムが前座を務めた。DVD にはスタジオレコーディングのサラウンドサウンドのミックスが 含まれている。2006年9月26日、2回目のツアー、How to Bea Megastar 2.0を開始した。1回目のコンプレックスロックツアーからのネタに、新たなネタを加え、トレーシー・ボナムが前座及びボーカリストを務めた。2007年4月22日に、ペンシルバニア州ウィルクスバリで終了した、追加公演では、DJ、VJ マイク・レルムが前座を務めた。 2007年5月から、さらなる追加公演が開幕し、メキシコのメキシコシティ、グアダラハラ、モンテレー、アルゼンチンのブエノスアイレス、ブラジルのサンパウロ、リオデジャネイロ、チリのサンティアゴなどで上演された。またタイトルの数字を2.1に変更し、さらなる追加公演がアメリカやカナダで上演された。その後2008年、フランス、韓国、カナダ、ドイツ、そして、 ヨーロッパのいくつかの国で上演された。2009年のデフリンピックのプロモーションキャンペーンの一環として、8月19日から23日、台湾の台北市で、How to be a メガスターツアー2.0が上演され、セリフのほとんどが字幕に表示された。8月中旬、平成21年台風第8号が上陸して大きな被害があり、利益が 洪水被害者に寄付される、要追加公演を行った。2008年、オランダの DJ 及びプロデューサーの TS とのアルバム、Elements of Life、リミックスドの収録曲、No More Heroes でコラボレートした。2009年、ノルウェージアイクルーズラインの最新の船舶である、ノルウェージアンエピックで上演することが発表され、ブルーマンにとって、初めての会場での上演となった。 2010年7月からエピック号は7日ごとに交代でマイアミから東カリブおよびマイアミから西カリブに航行し夜に船内でブルーマンの公演が行われている2013年南アフリカでのツアー公演が発表されアフリカ大陸で初めての公演となるはずであったしかし他のツアー公演との兼ね合い及び契約上の問題により実現しなかった 2017年初頭に再度、南アフリカでのツアー公演が予定されている。2008年9月、バラエティ誌は、シャーロット・ハギンズのプロデュースにより、オリジナルメンバーのマット・ゴールドマン、クリス・ウィンク、フィル・スタントン主演による、IMAX3D フィーチャー映画が制作されると、報じた。この映画、ブルーマングループ、マインド・ブラストは、デイビッド・ルッソの監督により、 ナショナルジオグラフィック協会から公開された。また、グラミー賞、エミー賞、ラテングラミー賞受賞式、ロイヤルバラエティパフォーマンス、ウェトン、ダス、ザ・ボイス・ドイツ版、レジスキャシー・リー、レジスケリー、エレンの部屋などで、オリジナルのネタを披露している。2012年、セレブリティ・アプレンティス第12シーズン第7エピソードに出演した。2016年、 シンガポールのスターアワード受賞式に出演した。2007年にインボイス、朝日新聞社などからなる実行委員会により日本での公演が発表された。日本公演は2007年12月1日より東京、六本木に設けられた専用劇場であるインボイス劇場で開催されていた。2009年11月29日先週楽を迎えた。再公演として インボイス劇場を六本木ブルーマンシアターに名称を変更し、2010年4月29日から2度目の公演を行った。2012年3月31日の先週落語は、同劇場は六本木ブルーシアター、アミューズミュージカルシアターそして2014年4月に、再び六本木ブルーシアターと名称を再度変更した後、2015年1月に、 ゼップブルーシアター六本木としてリニューアルオープンしている。ブルーマンの公演のネタには様々なテーマが使用されている。一部を以下に示す。ありがとうございます。